ラケットインプレッションです。ご協力いただきます。はい、クレールインターテンスクールの村本です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ウィルソン道場です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、新しいラケットです。はい、まあ、オーバーサイズ系っていう感じですね。はい、はい、そうですね。 3.0J という、まあ、ジャパンだけで、はい、販売していくモデルになってくるんですけど、はい、まあ、魔法系ラケットっていう言葉にもなるかもしれないですが、まあ、125とか XP の125振らずに、動かず全てが返せるということがあったんですけど、このラケットはもう少し振っていただきたいラケットではあるんですけども、まず一番の特徴は衝撃吸収性能というところではトライアドになってます。これですね、ちょっとこうウィルソンさんの、そうですね、お得意のところになってくるんですけど、はい、まあ、作り方としてラケットっていうのはここ普通つながってこう作ってから後でここつける、うん、まあ、どんなラケットもそうなんですけども、このトライアドだけはこの O の部分ですね、フープだけを作って Y を作ってガッチャンとさせる、その間に衝撃吸収剤が入っているので、ボールが当たって、フレームを伝わる衝撃が必ずこの衝撃吸収剤が通るので、手に非常にマイルドだというところでは、よくやる実験がこういうふうに握っていただいたときに、はい、まあ、あえてフレーム叩きますが、この時の手に伝わる振動が非常に少ないっていうところが、まあ、体感いただけるようなモデルにはなっているんですけども、このモデル日本だけでというところでは、まあ、日の丸カラーのデザインもあるんですけども、あと多分ですね、見ていただいて昔のラケットでこういうスタイルのものがあったんですね。 N3 というラケットが昔あったんですけども、はい、やはり日本の方っていうのはこういう厚ラケ系をお使いになる方はやはりあまり重すぎるもの、うん、スイングウェイトが重すぎるものと少し敬遠される方が多いので、日本人のために少し軽量のモデルで振りやすいトライアドを作ろうということがコンセプトだったんですね。重さが 250g でバランスが 36.5 なので、まあ、かなり軽量で、しっかり頭の方にもバランスを張っているので、頭は少し重いけれども総重量を軽くすることでスイングウェイトそれほど重くないように作っているラケットにはなっています。パワーホールがしっかりついているの で、打っていただいた時にすごくガシャっていう音が出てくるんですね。まあ、もちろん好き嫌いはあると思うんですが、それがいかにストリングスが動いて回転とパワーにつながっているかという音になるので、まあ、その音が逆にプラスになっている時はよく出るラケットにはなってくるかなと思います。はい、全部のせいですね。そうですね、はい、今までの機能がとりあえずこういろいろ積み込まれてる感じですね。もちろんここにウルトラハイパフォーマンスカーボンファイバーのロゴもついてますけども、カーボン自体も非常に最高級レベルのものを使っているので、はい、まあ、その分やっぱり軽量にできたりとかパワーにつながったりっていうところになるので、はいはい、ただ面のサイズが118なんで125に比べれば若干小さいですから、はい、そこそこやっぱり振ってもらった方がいいかな。基準が、はい、そうですね、基準が、はい、まあ、分類すればかなり大きめの、そうですね、はい、オーバーサイズ系のラケットということでね、はい、ちょっとラケットのパワーを借りつつ、はい、ボールを打っていきたいと思いますので、はいはいはい、ではよろしくお願いします。打ってる際に、あ、これはいいって言ってしまいましたけど非常に楽に飛んでくれるけど、ドカーンって飛んじゃうではなくて、ゆったり大きくスイングしていいボールが打てるっていう感じなので、飛びすぎないっていう安心感もあるんですよ。でもちゃんとこう飛んでくれてるっていうその部分もあるので、非常にこうスイングスピードに自信はないけど、ちょっと振ってゆったりでも大きく振っていきたいっていう形であれば非常に使いやすいと思います。でさっきちょっとこうガシャッて音がするっていうガットの動きの話もちょっと出ましたけど、ちょっと見ていただくとかなりガットが寄れます。ゆったり振ってたんですけど、これだけこうやっぱガットの動きが出てくるっていうことは、うん、回転も自然とこう、そうですね、かかってくる部分もあり、はいはい、もちろんスピンだけじゃなくてスライスもコントロールもしやすいし、回転もしっかりかかってくれる、まあ、特にこう魔法系な感じの、まあ、間違いない、間違いない、ね、だからこれであれですね、もちろんこれでビュービュービューフラケット振って打っちゃったらちょっとこうコンセプトがちょっと違ってくると思うんですけど、このラケットのパワーをちゃんと借りてこういいボールを打つよっていうイメージで使ってもらうと、本当にこう、なんていうの、コントロール性とこの、まあ、パワーの部分のバランスが非常にいい。で、これですよ、振動止めはいらない。はい、
ついてないですね。もうついてないです。でも全然こう手にこうビンって響く、うん、ガットが振動してこう、はい、手に負担が来る雑振動っていう部分は全然ないので、ちょっとこう手に負担が気にしている方なんかでも、はい、このハイパーワーケードラケットで使っていただければ間違いなく楽かなという印象もありました。本当体のどこか痛めている方は、まあ、前世レボなんかもありますけど、の方にはもう必ずこの機能というのはもう恩恵でしかないと思うので、はいはい、あのそういった方にも選んでいただきたいかなと思いますね。違いない、違いない。ありがとうございます。3.0J、道場さんがおっしゃったように魔法のラケット第2弾かなっていうぐらいの間違いない、間違いないラケットだと思います。この間の魔法のラケット、はい、3.1.2.2 ですね、はい、魔法の第1弾魔法のラケットと比べるとですね、こっちの、3.0J の方が少し自分から押していってもいいのかなっていう、なので、少し攻めたい時なんかはしっかり自分で押していけばそれに合ったちゃんとボールが飛んでくれますし、逆にやっぱり向こうから飛んできてくれるボールだったら合わせただけでもそれ以上のボールが返ってくれるようなイメージもありますので、非常に操作性がいいのかな。なのでやっぱりこの間の、魔法のラケットに比べてもやっぱりこうミス、僕はあまりボレー正直得意な方じゃないんですけど、打っててあちょっとこれ自分ボレーヤーになったような感覚にさせていただく一本かなと思うんですけど、本当ダブルスプレイヤーの方にはいいところとかしかないから、もちろんそのリターンから始まるっていうところ、サーブから始まるところもそうなんですけども、ダブルスでは本当に優位性を発揮できるラケットかなっていうところにはなりますね。サーブ打たせていただいて、ゆったり振って十分にいいサーブが打てる感じですね。ラケットのパワーが十分にあるので、しっかり振る、もう自分で頑張ってこう 120% の限界まで振るっていうよりは、ラケットさんちょっとボール飛ばしてねってお願いしながら、そのラケットのこのヘッドの利きをうまく使ってあげるだけで、かなりサーブはいい速さで打てると思います。でやっぱヘッドが走るってことはもちろん回転系もちょっとシュッと切ったりするような形で打てると思うので、逆にこうあんまり頑張って振りすぎちゃうとちょっとやっぱり少しブレるような、はい、速いスイングだとあるとちょっとこうブレるような感じが出てしまう時があるので、どちらかというとやっぱりこうラケットの重さ、うん、このトップの重さをうまく使って振ってあげると、うん、ゆったり振ってるはずなのに、うん、ビュンってフラットサーブが飛んだりとかスライスサーブをシュッと切れたりとかっていう形はこう簡単に表現できると思うので、なので、まあ、非力な方とか女性とかっていうこともあるんですけど、どちらかというと、まあ、スイング速度がそんなに速くない方には、うん、本当にプラスになるラケットかなと思うんですよね。はい、でまあ、パワーホールもついてるっていうのもありますんで、コントロール性能とかも、あとフィーリングも柔らかかったっていうのもプラスになると思うんで、本当にウィルソンが一番強いところのカテゴリーになってくるので、はい、それはもう今回も安定のオーバーサイズかなと思います。でちょっとこう、まあ、魔法系っていうちょっと言葉を何回か使わせていただいてる、これですね、魔法の、はい、ウルトラ XP ですね、はい、125、はい、またこことはちょっとまた違う感じはあります。どちらかというとこっちの方が、はい、打感がこうよりはっきりしてる感じというか、そうですね、はいはい、ちょっと気持ち飛びを抑えてくれてるかなという形になるので、はい、よりパワーを求めていくっていうとやっぱりこっちになってくると思いますし、ちょっとここまでじゃなくても少し自分でもしっかりとスイングはしていきたいなっていうのであれば、こっちの方がヘッドの効きが良かったりとかしてくると思いますので、まあ、ここはちょっとお好みでよりパワーを求めるのか、ちょっとコントロール性とか打球感の柔らかさ、フィーリングを重視してくるのかっていうところでちょっとまた選んでいただければ非常に強い味方になってくれると思います。はい、これ発売に、こちらは11月に発売になります。なんですね、はい、はい、11月の発売となりますので、はいはい、オーバーサイズ系のラケットを使って、結構ここのラケットのこう、はい、愛用していればリピーターしている方は非常に多いと思うところなので、はい、かなり古いドライヤードをお使いの方非常に多くお見受けするので、まあ、そういった方にも必ず一度打っていただきたいなと思うぐらい、うん、はい、全てトライアドユーザーの方も全てこのラケットで、はい、新しいもので解消できるんじゃないかなっていうふうに思います。もともとこのすごい振動吸収性の良さがあったところにさらにこう、ね、最先端の素材で作られたラケットという形になりますので、はい、ぜひこちらの後継機という形でご検討されている方もぜひよろしくお願いします。はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。